色上質紙を使って作る菊の花改良版です。型紙を使う方法とシュレッダーバサミを使う方法、2つご紹介します。出来上がりはほとんど変わりません。まずは型紙を使う方法です。型紙は説明欄の URL からダウンロードしてください。これを色上質紙にプリントアウトしたら、裏返してこの部分で折り曲げます。こうすると端が1センチほどずれます。カッターナイフは刃先を折ってよく切れるようにしておきましょう。細い線に定規を当て、カッターナイフで切っていきます。太い線のところまで来たら切り落とします。これが一番外側の花びらになります。真ん中も同じように細い線で切っていき、太い線が来たら切り落とします。一番小さい花びらは、端まで切ったら余分な部分を切り落としてください。一番小さい花びらと中くらいの花びらは太い線で切り落とします。それを開いてから今度は細い線で切り落とします。大中小それぞれの花びらの内側にボンドをつけます。あ、つけすぎてしまいました。はみ出たボンドはティッシュなどですぐに拭き取っておきましょう。ボンドを薄くつけたら、今度は端と端がぴったり合うように貼り合わせます。ボンドをつけすぎないようにするためには、別の紙に出しておき、それを綿棒などにつけて薄く伸ばすようにつけるといいでしょう。これで角と角をぴったり合わせて貼ると、こんな風に丸みがつきます。チラシなどを丸めて作った棒の両側、薄くなっているところを折り曲げておきます。ここに先ほどの花びらを巻きつけていきます。まず一番小さいものを巻きつけます。こんな感じになります。次に中くらいの花びらを巻きつけます。ボンドを薄くつけたら、一番下の端が揃うように巻きつけていきましょう。最後に一番外側の花びら、同じようにボンドをつけて、下の線を揃えて巻きつけていきます。これで花の部分ができました。次は額です。ギザギザに切った緑色の画用紙を花の根元に巻きつけて、ギザギザ一つ分が重なるぐらいのところで切ります。これにボンドをつけて、花びらの根元ギリギリのところに巻きつけます。額のところからフローラテープを巻いていきます。 3、4センチ開けながら葉っぱを巻き込んでいきます。葉っぱの作り方は、菊の葉の作り方の動画をご覧ください。最後に葉っぱを形よく曲げて出来上がりです。次はシュレッダーバサミを使う方法です。1センチぐらいずらして折ったら、シュレッダーバサミで切っていきます。まずできるだけ長く切ります。だいたい3分の1より少し長いぐらい切ります。
今度はそこよりも1センチぐらい短くして切っていきます。これも3分の1ぐらい切ります。最後にそれよりもさらに1センチほど短くして切っていきます。ハサミで長さの変わっているところを切り離します。一番長いものはそのまま使います。中くらいのものは2センチほど残して切り取ったら、間を開いて上側の1枚だけを1センチ短く切ります。一番小さいものも同じように2センチぐらい残して切ったら、1センチより少し少なめに切り取ります。間にクリアファイルのような薄いものを差し込みながら、開いていきます。シュレッダーバサミを使うとねじれが出てしまいますので、必ずこの作業を行ってください。ここから後の作り方は、型紙とカッターを使う方法と全く同じです。出来上がりはほとんど同じように見えますので、作りやすい方で作ってください。たくさん作って、いぐさのフラワーベースに刺してみます。華やかな感じになりました。もっとたくさん作って並べると、まるで喫茶店のようになりました。こんな風にすると、壁面飾りとしても使うことができます。